たいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回は BE:FIRST の話になりますけれども、仕事前ですね、外に雨が降ってて9時ぐらいで止むっていう風に関東地方出てますけど、正直テンションが全然上がんなくて参っておりました。ただたまたまその K-POP の番組があって、それをね見ていたところ、なんとあのとあるカラとかね、シャイニーとか、あの辺と同期の K-POP スター、カラはね皆さんもご存知、シャイニーも知ってる方多いと思いますけど、とにかくベテラン、大ベテランですね。同期の K-POP スターがあの番組で BE:FIRST の名前を出していて、特にあのメンバーがすごいみたいな感じで語ってくれてました。ライブを見に来てくれていたみたいなところだったようでして、やりがたい話でありますね。なんかこう BE:FIRST のことを結構、それこそ日本でも LDH のね、この間もあのジェネレーションズの中司さんがあのマナト君と一緒にあのラジオに出ていた時にすごい褒めてくださっていたところもありましたし、とにかくあのありがたいというか、あの日本も韓国も本当に BE:FIRST のことを評価してくれているなっていうところでね、私たちはね BE:FIRST がすごいっていうことは意識はずっとしていつつも、でもなかなかねこうなんていうか広まっていくっていうのが実感できなかった時期っていうのもありました。ファンで盛り上げていかないとななんて思いつつ、でもファンの方もなかなかいろんな考え方があってまとまっていかないななんてことも思いつつで、そんな時期もありましたが、とにかく全部が本当にいい方向に来ているなっていうところもありつつだし、いろいろやはり反響もあったりするしね。でベスティもね、そこであのやはり感謝の気持ちも忘れず、その応援してくれた方とかのあの MV とかを見に行ったりとか、番組とかにも感謝のメールを送ったりとか、それから新しく興味を持ってくれた視聴者の方とかのにあまりこういろんなことをとつったりせずに、こうスッとあのスマートにねあの紹介をするっていう形の流れが出来上がってきたなっていうところもありつつで、ファンダムというかね、ファンのそういうあの謙虚な態度っていうところもね大事だと思っていますよ。ここでね謙虚じゃない人もいるよっていうふうに思ったりもすると思うんですけど、それどこでもいるんですけどね。でどこでもいるし、その中であのちょっと変わった感じのファンというか、それはファンとは思っていないけど少ないです。本当にいろんなとこ見ますけど少ないです。自分もねいろんなファンダム見てきて、今ね私が動画で取り扱っている BE:FIRST をはじめとしたいろんなグループは、あのすごくまとまっている方々が多いですし、ファンも熱心な人が多いですけど、そこでも話を聞くとやっぱり変わった人はいるしですね。で変わった人はどこでもいるけど、それをねそれを主流とさせないっていうところが大事かなっていうところではあります。はい。であの K-POP ハウスという番組で TVer でね見れるんですけど、ちょうど5月19日にフジテレビで放送されたものがあって、TVer で 2PM と 2AM というねグループ、あのカラと同期って書きましたけれども、当時の K-POP はあの本当にグループの数もそんなに多くはなかったですけど、第2世代っていう風に言われる形、第2世代はまず第1世代というのが K-POP で言うと韓国の中を中心にして活動していた人たちで、第2世代あたりから日本中心にというか、まずは日本なのかな、日本でも売ってくるようになったみたいな、そういうところではあると。東方神起とボアあたりからですかね、シンファとかもそうかな、でもその辺からだと思う。あの辺も第2世代に当たると思うんですけど、で東方神起とかよりちょっと後輩に当たるけど、あの 2PM と 2AM で、あの 2PM のチャンソンさんがあの BE:FIRST の京セラドームのライブを見に来てくれていて、それですごくあのパワーがあって、勉強になりましたって話もしてくれていて、大ベテランなんですが、ね、新人と言っても良い BE:FIRST、勉強になりましたって言ってくれるのは非常にありがたいことで、2PM は結構私も好きでしたね。
日本語の曲も多かったですけど、なんかね、昔の K-POP の日本語の歌詞のやつってちょっと日本語としてまだ不自然なところっていうのも多かったんですけど、あの 2PM の日本語の曲はなんか自然だったっすよね。あれはその 2PM を担当する日本人の訳す方が優秀だったのかね、あるいはその辺をこうしっかりとプロモーションとしてやってきたのかっていうところもありますけど、まあいろいろとね、やはり歴史があって、日本のボーイズグループはね、なかなか当時いろいろとね、まだ停滞している状態でもあったわけでして、その中でね、韓国でも日本でも頑張ってきた方々で 2PM ね、 2PM はダンスパフォーマンスとかの方が結構すごいで、まあ歌もラップももちろんすごいけど、 2AM の方はね、歌とかメインだったりとか、うん、でなんかその 2PM のチャンソンさんがその京セラドーム見に来たっていう時に、もちろん 2AM のチャンミンさん、 2PM のチャンソンさんと 2AM のチャンミンさんが一緒に出ていらっしゃったんですけどね、番組でね、まあ、テンションとかパワーすごかったっていうところで、 2AM のチャンミンさんも共感してくれていたので、なんかもしかしたらその辺とか含めて見に来てくださったのかなってところもありますね。で、特にりょうきくんのパワーがすごかったって話をしてくれました。まあそうだよねって思って、うん、でもりょうきくんのすごいバイブス、アティトゥード高めなパフォーマンスっていうのは、多分それこそ本当に唯一無二なんだろうと思うし、やっぱりその爆発力っていう部分で、まあ、りょうきくんもね、すごいちゃんと自分の計算とかいろいろもろもろしながらで、その全体のことを考えて動ける、俯瞰で動ける人でもあるから、自分の爆発力っていうところを武器にして、多分それも自分でね、そこをあえて役割としてやっているところもあるけど、結果本当に彼の爆発力っていうのは BE:FIRST の名物になったし、当然そのお茶の間とか、その初見のライブの初見、ロックフェスの初見とかでも一番見つかるのが多いのがりょうきくんにはなっていますけれども、いや本当に、でもプロの方からも、しかも大ベテランの方からもそうやって見つかるっていうことは、まさにそのりょうきくんがやっていることというのが素晴らしくなっているっていうところでもありつつね、ありがたいことでございますね。虎に翼に関してもそろそろりょうきくんが出る週になってくるところで、それも楽しみにしておりますけど、なんかね、忙しいので体には気をつけていただいてっていうところはありますしね。はい。でなんかね、この間やっぱりね、職場でいろいろなファンというか、いろんなグループとかアーティストをしている人たちがいるので、そんな中でね、まあ、ちょっと話はしませんが、とあるその K-POP グループ、しかも大ベテランのファンの子がおりまして、そのね、グループの方が、実はその、事務所から裏垢をもらって、その裏垢でファンの結構そういったものを、その、結構見てるって話を。で、それ本人とかも言ってるらしいんで、まあ、つまりそういうことらしいです。そのグループのリーダーで。うん。だから、ファンが変なこと言ってたら全部見られてるし、だからその、何かファンの中でどういう風に、みんなが意見持ってるか、あるいはちょっと荒れてるのかな、みたいなところがあったら、そのことをすぐ運営に伝えて、動きがすごい早いって話で、まあなかなかすごいことだなと思ってね。でもなんかそういう形のって、もしかしたらね、やっぱり BE:FIRST のメンバーとかもいろいろ見てんのかななんて思ったりはするところではあって、時々あれ、このこと知ってるんだっていうこと、彼らが知ってる場合もありますしね。一番当初の段階では、もともとね、BE:FIRST のメンバーが個人でやってた SNS とかもアカウントは動かなくなったりはして、で、一番最初の段階では、確かスカイハイとか事務所の方から、SNS は見ない方がって形の話をしていた気がします。ただ、やっぱり、いろいろ状況も変わってきていて、今は、デビュー当時ではないので、もしかしたら、まあ、スタッフさんから伝えられているタイミングもあるかもだし、自分たちで見ているっていうのもあるかもしれないし、まあ、あるいはその限定的に許可をして SNS を見てるかもっていうところもあるかもしれないですけど、
まあ BE:FIRST メンバーもきっと SNS 見てるんだろうなっていう、間接的にしろ直接的にしろね、今ちょっと話ちょ今イントネーションおかしかったけど、直接的にしろ、うん、だからファンの方でもやはりそういうところも踏まえた上で SNS とかは更新できればなっていうところはありますよね。まあそんなこと思いました。まあ多分ね、だからその 2PM のチャンソンさんがりょうきくん褒めてくれたっていうところもね、ていうかまあ そもそもよく考えたらりょうきくんに関しては自分のアカウント持ってましたね、三山りょうき名義があるから。はい、嬉しいんじゃないかな。きっとまありょうきくんのことなんで、すぐにそのことも知ってくれるだろうから、ストレイキッズのね曲をカバーして、それがスカイハイにね見つかって、ザ・ファースト参加オファーとか、オファーだったかな、なんかあったっすよね。まあ、とにかくいろいろとそういう風にねしてくれたところもあるということでもあり、まあそして BE:FIRST のパフォーマンスがその大先輩たちにもそうやって勉強になりましたって謙虚に言ってくださったぐらいですけど、そうやって言ってくれるぐらいになってきたなと思って、まあ、そうなってくるとね、私たちもやはり推す子方にも気合が入りますし嬉しいですよね。でもりょうきくんのやはりコミュ力のすごさっていうのってやはりありますけど、そもそも NCT127 のゆうたくんともねあるけど、あれはでもね映画の共演っていうのももちろんあったわけだけど、本当に素晴らしいなと思っています。 CN ブルーでしたっけ、韓国のバンドの方とウーバーワールドのたくやさんとりょうきくんで一緒に写ってるのもあったりもしましたですね。あれとかもそうだけど、いやすごいなって思います。あ、でね、カラーなどと同期の K-POP スターって書いてますが、まあ、2PM、2AM は、JYPE のね、グループなので、まあ、JY パークさんのところなので、まあ、日中のね、先輩、大先輩にも当たるわけでして、まあ、そういうところではありますね。うん、JYPE のね、その感じっていうのも、すごく、BE:FIRST や BMSG とも共通する部分がありそうな気がしていて、心とかね、人柄っていうのを、大事にするっていうのを JY パークさんも言ってますね。 J パークは別でいるんですよ。 J パークさんはラップのヒップホップ、韓国ヒップホップの重鎮でいるんですよね。たまに JY パークと J パークを間違えちゃったりなんかすることもあって、まあそんなことはあれですけども、まあとにかくそうですね。まあでも改めてね、最近そのさっきちょっと話した職場のね、とあるすごいベテランの K-POP グループのライブとかも、実はちょっと配信で買ったりなんかしてて、改めてBE:FIRST がね世界に行くっていう時に、やはり K-POP というのが先にいるからどれだけのものなのかっていうのは結構最近普通にたくさん見ていて、改めてそのグループもすげえなって思ったところもあるんですけど、まあしかもだって言ってみれば 2PM のね、チャンソンさん、BE:FIRST を見て勉強になりましたなんて言ってくれるぐらいなところで、当たり前なのかもしれないけど、皆さんもね、ベテランの方含めてすごい常に努力、常に研究努力ブラッシュアップしてるわけで、そりゃね、こちらも世界に行くためにはそこの部分をやはり、ね、さらにっていうところにもなるから、まあ改めてそういうところも含めてね、うん、っていう感じでございました。まあまあでもそれはまあ別の話で、とにかくありがたいことですね。というわけで、りょうきくんもそのことね、知ってくれるといいなと思います。ね。まあ多分知ってくれるというか、調べたりとか、もろもろであるでしょうね。K-POP ハウスもなんだったらチェックしてそうな気がしますから。はい。ということでね、ちょっと今も雨が降ってて雨音がしてるんですけども、まあちょっと路上仕事でね、今日はテンションが上がんなかったんですが、朝の段階で元気が出ました。ちなみに今朝の5時18分でございます。はい。はい。まあ仕事をしてきて、また夕方あたりからいろいろとあげられればななんて思っていますので、はい。今後ともよろしくお願いします。はい。ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく。街角の語り部、グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。皆様のおかげさまを用いまして、登録者数、私2万人を達成いたしました。ありがとうございます。本当に助かっております。ボーイズグループを日本から世界にっていう形で BE:FIRST を中心に語らせていただいております。もともとはこだわりは持っていなかったんですが、新しい方も結構来てくださるというところで、登録者数が分かりやすく信頼につながるというのが人間ですので、数字で判断するというのがありまして、なのでこだわって今増やさせてもらっています。はい。 YouTube 登録は全部無料ですし、もし
皆さんが登録しても通知とかは来ませんし、変なサイトにも誘導されません。そして私の動画が合わないと思って解除される場合も私に一切通知は来ませんので、安心して登録していただければと思っております。3万人目指していきますので、まだ登録していない方はもしよかったら登録していただければと思います。一度解除した方でももう一回登録してやろうかなって思ったら登録していただけるととても嬉しいです。そしてもう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。では引き続き精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼します。